かね、ひっくり返そうな予感がします。さあ、そういうわけで本日の想定外マシン、皆様お待ちかねですよ。っていうか本当に待ってるかどうかは知りませんが、まだ俺は車見とらんとですよ。後ろ振り返ると来るこれ、これ世間一般でいうバンですね。これは俺初めてかもしれません。若干楽しみな反面、大丈夫ですかこれ。まあとりあえず行ってみましょうか。さあ、まずはセレナ。セレナの前でさ、これはボギアラボーとタオルかけて、どっか農作業にでも行くようなマシンに見えるですね、これ。これはまあ見たことないですけど、もともとマニュアルのミッションがあったりとか、ターボがあったりとか。ターボはないんですけども、SR の NA でマニュアルミッションがあります。なるほど。それにターボをつけて。ターボをつけました。はあ、やっとるね。なんでこの車を選んだんですか？もともとは、うん、バイク運ぶためのバイクトランポで買ったんですけど、うん、ドリフト見てるうちにやりたくなっちゃって、うん、マニュアルだし LSD つくしやってみようかなと。まあ通常の健全な国民は乗用車に乗るですけどね。車重とかどのくらいあるんですかこれ。車重は、今の状態で1300キロですね。まあまあそんなに重たくないですね。こんなのに乗ってて家族は兄弟親、何も言わないですか。会った家族が亡くなりました。言わんこっちゃなかこれのおかげですかもしれない。でもこっちの方がいい。こっち楽しいです。まあね、自分が楽しきゃよかですね、本当にね。自慢のポイントはちょっと教えてもらってよかですか。自慢のポイントはですね、エンジンは椅子の下なんですけど、前にインタークーラー、サクションパイプが5メーターぐらいあります。長いね。室内、まあまあね、言っていいですか、もう、はい、ポンコツ。下になんか木がね、止めてある。これは何ですか。キールプレートです。高橋邦明さんが D1 車両でやってたのを真似して。邦ちゃんつけてないよ、こんなの木とか。で、ゴム、これはですね、何これ、これを網を、なるほど。農作業中に蚊が入ってこない、スズメが来ない、カラスが襲われないように。あ、そうです。なるほどね、頭いいですね。これもともとマニュアルミッションでここについてるんですか、ブツは。ミッションはもうちょっと前で、でサイドブレーキは普通の。足回りは、足回りは、フロントが C35 ローレル用の車高調、ナックルの取り付けはそのままポン付けです。アッパーだけセレナ用のアッパーを使えばそのまま付きます。で後ろはマルチリンクなんですけど、横置きの樹脂の板バネなんです。どうしてもバネレートが低いんで、でもリーフを増すと今度は硬すぎちゃって、そのちょうどいいところを取るのが結構難しい。なるほど。一番の自慢のポイント、一番の自慢はですね、このマフラーですね。下の覗くのだけは得意ですからね。ブリンブリン取り回しとるですねこれね。今日ここ来るために作りました。チタンっぽくて、チタンこれぽいステンレスです。はは、気になるものが1本出ておりますよ、ここ。あ、これは違う場合、これは違う場合、これはマフラー、これはウエストゲートの排気のパイプです。パイプ、これ D1 車と一緒の方式ですね。そうです。ここから排気しとるんですか。そうです、ウエストゲート開けばそこから出ます。なるほどね。普通はここ閉じてサーキットとかで開けると。開ける。これは完成率は何パーセントなんですか今日は。80% です。まだまだやるところはあると。まだあります。何やるですか。リアラジエーターとかにしたいですね。まずね、幸せな家庭を作りましょう。まあとりあえず一回乗らんとわからんということで、はい、ちょっとこれになるかもしれませんが行ってみましょうか。ちょっと借りる場合、はい、初の、人生初ですよ、バンドリフト。現場に行くのにはいいでしょうけど、運転席の位置が高が、もう最近車高高とかも流行ってるけど、もうそれ以上、もうなんかね、こうバンってこう上の目線がすごいね。
よし、これは難しいぞ。通常フロントタイヤってほら前にあるじゃないですか。お尻の下にフロントタイヤがあるんですよ。これなかなかむずい。乗りこなすと楽しいんでしょうな、これ現場が。お、なんか後ろだけ長い感じ。運転席がめちゃくちゃ前で後ろが長すぎて、この感覚は初めて。これすぐ間違う、ややこしい。これが、いやでもなんかドリフトっぽくはなるですね。バンなのにこの車もうちょっと煮詰めればめちゃくちゃ楽しいかもしれんですよ。うん、もうちょっとパワー欲しいかな。こんな素早い若干ドリフトできそうなこのバン、荷物積んで仕事に行って帰りにね、峠道とかでちょろちょろ、これは仕事も楽しくなるとでしょうね。なんかね、フロントのタイヤって普通ドリシャって前にあるの、タイヤの上に乗っとるみたい。後ろだけ振り回されて非常に難しいけど、でも現場にこんなので行って帰り峠道とかで遊ぶと仕事は楽しくなるとでしょうね。続いては作業員のセルショーと言われたこの200系ハイエース、艶消しですよ。やっぱりなんかこだわりがあってこの色にしたんですか？友達とノリでやっただけですね。やっぱこの缶スプレーで、缶スプレーでこれなんかに使ってたものをドリシャにしようとか、そういうような感じなんですか？これはそうですね、最初これはまあバイクのトランポで買って、でバイク積んでサーキット行ってたんですけど、まあ友達とかみんなバイク降りてドリフトを始めて、なんか楽しそうだなと思って、たまたま会ったのがこれで、これをドリシャにしようと。なるほどね、苦労したやつでしょうこれ。もうまあ今でも苦労してますね。エンジンは？エンジンノーマルですね。ノーマル 1TR の2リッターのガソリンです。マニュアルは元々のやつなんですか？そうですね、純正の。なるほどね。なんか変わったチューニングとかはしてあるんですか？まあボルトオンターボと、ターボリアサスの取り付け位置の変更ですね。この手の車はリアサスが難しかったですね。まあリーフなんで、なんかピョコンピョコンになりそうな気がするピョコンピョコンになっちゃいます。やっぱりなっちゃいます。ちょっと中をオープン。早速オレトルですよ。もともとあそこにあるんですか、シフトは？あ、もう純正の位置で、でちょうどいい位置にしたら今のあのポジションで。これサイドブレーキですよね、タイラップでくくられたこの86用のサイドブレーキを。いい86をくっつけて、もともとここにあるやつをまさかタイラップで引っ張るんじゃまさにその通りです。これは危険な香りがするですよ。これ長持ちするですか、タイラップ？タイラップは無敵なんで。じゃあ安心して。なるほど、いけるですね。皆さん、そのバイク運んでた荷物室、一回見ますか。自慢の。オープン。なるほど、山盛りですよ。発電機、コンプレッサー。これ、ホットドッグ屋もできるですね、こうなったらね。でも、かき氷屋もできますね。なんか、こういうのって苦労することはあるんですか？もう、やっぱ足回りとかボディ剛性とか、パワーのなさ、車重の重さ、すべてにおいて、まあ、ドリフトには向いてないなと。じゃあこれ失敗ってことですか？うん、今と思えばこれやんなかったらお金が、貯金がいっぱい溜まってた。なるほど、ね、でもね、もう後には危険ですよね。ここまでね、さらにじゃあ進化させてターボエンジンとか積んで、そうですね、シーケンシャルなんか入れたりするとやばいですねこれは。ちなみにドリフト的には簡単なんですかこれ？ああ、やりやすいですね。やりやすい、これ楽勝。なんか、まあ、他の人が言うにはなんか乗り方が86っぽいみたいな。86はとても程遠いような気がするんですけどね。まあ、とりあえず一回味見をしないと、ね、お願いします。絶対難しいと思うけどちょっと一回味見に行ってくるですよ。さあ、分かりました。なんか俺はバンのドライバーになった気分です、ハンドルがまあまあ前
足はギリギリですよ。でもこのハンドル大丈夫ですか、これ。グラグラしとるですよ。もぎたりゃせんよね。まあ、とりあえず行ってきますよ。さあ、これがもうすごいとこにギアがある。こうもう下に当たっとるですよ、ほらギア入らん。お、ドンという音とともにギアが入りません。これサイド効くのかい、これ。あ、抜けたばい。サイドブレーキ使用しました。ほら焦ったばい。楽しみにしてこのような状態に。いや、ちょっと焦ったよ。あ、テロップがあれば治るんですか。いや、テロップは不安ですね。なしでなしで行ってこいと。なしで、じゃあやれるかな。じゃあタイラップなしで。2速だとものすごいレブが当たるですね。4で、こう S 字からの、いや、ほい、このジャンプ感が半端なか。もう全部ずれたですよ、ミラーでも何でも。これはね、こっちの方が難しいかもしれんですよ。タイヤの位置がね、さらに後ろ、コーン、しかもサイドブレーキなし。慣性でやるにもケツが重すぎるですね。で、ハンドルはこのようにグラグラしとるですよ。なんかね、ひっくり返そうな予感がします。力もちょっとセレナに比べると足らんですね。お、これは難しいぞ。ハンドルのこの切れ具合とかが全く分かりません。で、2とか4にするとコーン、もうちょっと下に行ってほしいですね。タイヤがまあ運転席のお尻に近い分さらにむずいですね。3速だとお尻止まるし、2速だと若干レバー当たると。まあ乗ってる人は楽しいでしょうね。人が乗ってないこのようなバンとかでドリフトとかやってると、やっぱ力がねちょっと足らんですね。もうね、ボヨンボヨンですよ。いや、でもひっくり返らんでよかったばい。分かりやすく言うと調子が狂うでしょう。こっちの方がね難しい。多分ね、足の形状なのかなんか知りませんが、もうコンピョコンで一歩間違えばこれですよ。いや、これパワーがどんぐらいあるか知らないですけど、ちょっと、ね、力も足んなくて、まあやる方がヒヤヒヤ。一番重要なこのサイドブレーキは一切ありません。まあ無事でよかったわ。いや、でもバンのドリフトも目立っていたでしょうね。荷物運べるし、タイヤはもういっぱい積んでこれるでしょう。これもありかもしれません。車が走り出しましたよ、これ。本当に今ちょっと何ですか、今の筑波ではなかなかちょっと見られない。今の何、はいはい、来ますよ辻君。危なくないですか、これ。ワンボックスドリフト、これセレナと、はい、そして200系のハイエース、はい、あの今こういう方もいるんですよ。はいはい、はい、行った行った行った、はい、行ったいいぞいいぞいいぞ、はい、怪しげな車セレナ
これハイエースです。大丈夫なのこれ、危なくないこれ。あのね、いやいや、あのヘアピンあたりは今行きましたけどね、はい、ほらこうやってバコン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 になる今ねドリフトできるんですけども、ここやれるだけでも十分ですよ。これでドリフトしようとは思いませんから。そうでしょう、普通は、はい、普通の感覚でしたらこれでドリフトやりたいとは思いません。危ない危ない危ない、出たー出た、ほら見ろーコース壊すなー、何やってんのよー、コース壊したー、ほら見ろー、なんてこと、あーあークラッシュー、中止中止、もう終わり終わり、もうこらこらこら、だからやめろって言ったんだビデオオプションもう終了です。いや面白かったけどこれめったに見れません。こんなの何やってんだよ、ね、ちょっと入れてみました。いやいやいや、なることは予想してました。よかったよかったって終わるのか、すいません、テンション上がっちゃいました、テンション上がっちゃいましたでも、まあ、あれですよ、軽症でよかった。あ、軽症ですねここまで全然街乗りレベルですでやっぱ人の中で走るの気持ちいいもんですか気持ちよすぎちゃって、ちょっとすぐ行っちゃいました人前で走るって、あ、もうすごい緊張したんですけど走り出しちゃうのを忘れてただいいとこ見せようって感じで、ちょっと戦争したかったんですけど